日はキャリー歌舞伎歌舞伎にお越しいただきましてどうもありがとうございます。これ音の国ツアーというやつでして、ちょっと前に出雲大社でライブをやりまして、今日がその第2弾でここ南座でライブをやらさせていただいてます。皆さん今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。言葉で言うとカオスって感じです。最初は結構やっぱ伝統芸能感が相当強いんですよ。後半そう予期せぬおじいちゃんが猫になったとかしていけーみたいな、イエーイみたいになっちゃってすごい楽しかった。やっぱなんかね、予想外が詰め込まれてました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お忙しいところ、お元気ですか？元気です、元気です。もう旅入ってる。やる気満々じゃないですか。パンフレットとか見ると、はい、結構口がみんなへの字っていうか、ここ消して下げてる。あ、はい、のあれなんでなんですか？これは口を割ってるっていうんですけど、はい、まあ、普通の役の時は普通に書く場合もありますし、はい、いわゆるちょっと強さを表す。前の演目も見て思ったんですけど、はい、お衣装が変わったじゃないですか、はい、のすけさんも。あれのきっかけってなんか最強になるみたいな感じなんですか？そうですね、分かりやすく言うと、うん、変身して強くなったみたいな、うん、松葉目で始まるの。松葉目で最初始まって、はい、2幕目が結構普通にライブシーンみたいになるんですけど、うん、そう、注文します。それぐらいです、はい、この髪が落ちないようにこうこういうふうにスッスッスッ、早い、そう、それじゃ髪手から下手いけませんね、そのスッスちょっと寄り目になるんですか？そうですね、押した時にこうバーッタリってこういう、こういう目がこっちにいる時の、ずっと見てくださいね、ずっと見てくださいよ、ずっとこの状態、あ、これいいですね、いいか、そのまま行くよ、行くよ、そのままにしといて、せーの、は、そんな感じ。なりました、なりました、ありがとうございました、お疲れ様でした。いや、楽しみにしてます。頑張ります、頑張ります、はい。はい、ちょっと浮いてますよね。こういう感じ、出雲の国のイメージのポイントなんだ。なんか十字架のネックレスを下げてたらしくて、はい、出雲のお国さんが、うん、でなんかその当時はすごいこうトゥーマッチだみたいな感じでバッシングとかされてたらしいんですよ。十字架好きなんで今回下げてます。振り重い、意外と振り覚えても着物が重くてうまくできなかったりしたんで、もうちょっと練習します。頑張りました、ダンス。なんか一応ちょっとずつ歌舞伎のなんかこういうのとか、なんか動きがこういうのもなんかあるらしくて、体幹使いますね、こう本当にここで行くみたいな。